こんにちは、柴戸です。今回ご紹介させていただくのはエレクトロハーモニクスのスモールクローンです。このスモールクローンはあのニルバーナのカート・コバーンが使用していたということで非常に有名なコーラスになります。千葉県船橋市の千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。ご覧いただいた通り非常にシンプルで、つまみは一つレイトのみです。そしてその横にデプスの切り替えのスイッチがございます。上にすると深くなるという風な感じですね。非常にシンプルながら存在感は半端ないこのスモールクローン。カート・コバーンが非常に気に入っていたこのサウンドをお聞きいただきたいと思います。そして動画の後半は後ろにあるズーム MS50G、この MS50G の中にスモールクローンのモデリングが入っているので鳴らし比べていきたいと思います。
というふうな感じでスモールクローンいかがでしたでしょうか。まさにカート・コバーンというふうなサウンドで、ニルヴァナのリフを弾いていると非常に気持ちが上がってきますね。細かいことは気にせず、もうこのスモールクローンが大好きだと、この音に惚れ込んだんだというふうな感じで、もうがっつりレートを上げてですね、スモールクローンをもろ出ししていくっていうのが逆にかっこいいんじゃないかなというふうに思いました。そして一番最後に行った MS50G との鳴らし比べ、さすが MS50G ですね。ズームは特にやっぱコーラス本当強いですね。質感から何から非常にそっくりでした。まあ、ただ実際に弾いてみると音の抜け感的にはやはりこの実機の方が素晴らしくて、 MS50G にレイテンシーがあるというわけではないんですけれども、ちょっとピックへの乗り方がですね若干遅いようなイメージです。ほんのちょっとなのでね、全然気にならないところかとは思うんですけれども、ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。